どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします、はい、さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。はい、今回バナナフィッシュのこちら、はい、じゃん、好きなキャラランキング。好きなキャラね。はい、うん、まあね、これいっぱい出てきそうで、あんま出てこないんですよ、ね、意外と出ては、主要人物は本当少ないですよね、うん、だからかぶっちゃうかもしれないですけど、まあそこはいいでしょう、まあね、だって、はい、みんなあのね、リー一族の一番上のお兄さん好きでしょう、あれは。いや、好きじゃない。そんなに出てきもしないし。あれは入ってるでしょう。一番上のお兄ちゃんはね。いや、入ってんの？入ってるかな？どうですかね。6人兄弟だって聞いたのね、あんまり出てこなかったからね。3人ぐらいしか出てこないですよね、全部合わせて、うん。はい、じゃあ第3位から発表していきましょう。僕の第3位はこちら。マックスロボ。あいつね。うん、マックスですね。元軍人で今はジャーナリストみたいな感じやってるのかな、うん、ちょっと元軍人としてはあんま強くないよね、うん、ちょっとね、まあ、うん、まあ十分強いんだと思うんだけど、うん、やっぱアッシュがすごすぎるから影に隠れちゃってるけど、まあ、アッシュともね途中で親子みたいなね、うん、絆が生まれてね、まあいいですよね、武骨で男らしくて。まあね、うんうん、なんであれ奥さんと別れたんだっけ。なんか理由は、ね、まあ、なんか警官殴っちゃったんだよね。ああ、そうかそうかそうか、うん、あれさ、奥さんは、うん、何してる人なの。奥さんもそういうジャーナリストみたいなことなんじゃないの。あ、そう。なんかでもさ、うん、言ってなかった、なんかあの風俗やってるみたいな。え、あったよね。何言ってた。なんか男の何で稼いだ金でどうたらも、うん、あ、だからそれは情報を取るためにみたいなことなんじゃないの。そういうことね、それを言ってたのね、うん、なんかそうだよね、多分編集なのか分かんないけど、でもそういうことですよね、うん、ジャーナリストですよね、雑誌系、まあ、ジャーナリスト夫婦なんだ、うん、まあ結構ね、この人はでマックスは警官だったんだもんね。マックスそうだ、軍人やって警官やって警官を辞めたってことですよね、うん、マックスも囚われんだよなこいつも囚われるんだよなマックスもね。いや確かにね、うん、そこまでがっつり強いところは見せてくれないんですよね、マックスも。いや、だいたい足手まといだよね。いや、3回は足手まといになったよね。いや、なりましたけど、うん、まあでも助けてくれたこともいっぱいありますから。で、まあマックス。あった？マックスに助けられたことあった？いや、まあ情報を集めてね、マックスが、うん。裏で活躍するタイプでしたね、マックスが。まあね、後半ちょっと忘れられてた感もありましたけど、ね。ちょっとね、いろいろ出てきちゃったから、後半は。はい、うん、マックス、僕好きですね。じゃあ私こちらです、はい、じゃん、チャーリー・ディキンソン。チャーリーね、ディキンソンだろ、ディキンソン、はい、チャーリーもね、出番はほとんどないんですが、うん、ただ意外とね、あの最初出てきてね、変なやつかと思ったら、うん、こいつ意外とね、いいやつなんですよ、はい、まあ、チャーリー俺も好きなんだよな、意外と、はい、うん、ただ、まあ後半は、うん、翔太の姉貴とベッドにいるシーン、意外と出てきません。いや、後半どころか意外ともう中盤くらいから全く出てきません、うん、ね、警察なんですけどね。だからチャーリーの年がいくつか分かんないよね。ずっと坊やって言われてるじゃん、なんか他の人たち。確かにね、うん、チャーリー若めなんじゃない、だからあんな少年と相手にできるんじゃないの、うん、そういうことなんかね、うん、まだ30ぐらいなんじゃない多分、うん、だからヒゲ生やしてとか、そうだ、貫禄出すためにチャーリーがね、まあでもここはね、やっぱり問題になってるんですよね、やっぱ僕たちの。チャーリーと、うん、あのマフィアの側近のやつが、ゴルツネのね、そう、うん、同じ顔すぎて、ちょっとあれは見分けつかないんですよね、ほんともう最初の3回ぐらいは俺もあれどういうことなんだろう、いや、だからあれこいつ悪いやつだったんだって最初思いましたよね。そこはもう本当にね、そうですね、グレゴリーとチャーリー側近中の側近ですからね、そうなんですよ、グレゴリーとチャーリーの違いに気づくまでに 3,4 巻かかるんですよね。いや、正直俺今でも2人並べられたらどっちか分からないと思うよ。グレゴリー・チャーリークイズ。どっちかグレゴリーで、いや、俺分かんないような気するな。髪の色ぐらい変えてほしかったよね、あとヒゲの感じとかね。ヒゲ、そうね、どっちか変えてほしかったな、本当。全く一緒なんだよな、まあ、まあ性格は全然違うんで ね、まあ、ね、あれですけど、うん、まあ、グレゴリーの性格はよくわかんない。グレゴリーは性格ないから、ね、まあでも結構冷酷なやつっぽいよね、まあね、悪いやつですからね、うん、これ確かに問題でしたね。そこはちょっと先生に今度報告してきます。いや、いっぱい言われたでしょ絶対、あれは、うん、見たやつ全員そう思っただろう、うん、確かにね。はい、じゃあ僕の第2位こちら、
シン・スーリン。あ、私も2位それです。シン・スーリン、シンね、シン人気ありそうですよね。シン人気あると思う、かわいいし。おう、なんか途中ね、超雑魚で来たかと思ったら意外といいやつだし、うん、あんな主要キャラになると思いませんでしたね、うん、そうなんですよ。最初はただのね、ほんと13歳ぐらいの小僧だったら、はいはいはい、まあ一番成長したんじゃない？シンがシンがこの漫画を通して一番成長したやつなんですよね。まあ、やっぱ若いしね、うん、一番伸びますよ。いや、こいつがいなかったら危なかったからね、あの電車の時もね。そうね、うん、あの王さんね、そうそうそう、罠に引っ掛けられた時もやっぱ、いや、めちゃくちゃキーパーソンですよね、シンは。うん、なんかちょっとアキラっぽいしね、アキラに似てるよね、非常にね。顔ね、でやっぱこいつもね、やっぱ他のガキたちと一緒でね、うん、まあ、他のガキたちとも一緒っていうか、他のガキたちの中でもやっぱこう体勢に流されないよね、うん、しっかり仲間のことを思って。そうね、筋がありますからね、うん、そうそうそう、相手が強いやつでもしっかり向かってくるからね、人気あると思うわ、まあ、チャイナタウンのね、うん、ボスっていう自覚がすごいありますよ ね、 うね、うん、足手まといにならない、意外と、うん、比較的強い、逃げる自分で何があんなに強いのか分かんないけど強いですよね。そうだね、何でもできるもんね。だから途中から作者が結構シンのこと好きになっちゃったっぽいよね、うん、そのパターンね、うん、ちょっと明らかに変わっちゃってたもん、設定が。で最終的にはね、7年後の話にとってね、193センチになっちゃってますから、身長が主人公みたいな感じに出てきちゃって、うん、なんかすげえ泣いてたけどなんかわかんないけど、ね、すげえ泣いてたけど。で、あの、イベさんの姪っ子の中学生の女の子といい感じになったってことですよね、うん、そうですね、うん、はい、まあ幸せになってもらいたいですよね、シンは、うん、確かにシンは意外とそのボーイズラブからはちょっと一線引いてましたよね。まあ子供だからね、まだ本当に、うん、まあ、確かにね、その辺はやっぱ男の子っぽくていいのもね、うん、男の子なんだね、うん、シンが一番気持ちのいい性格だったし。はい、はい、で僕の第1位はこちら、はい、ショーターウォン。翔太ね、翔太がやっぱ一番かっこいいかな。いいやつ、いいやつじゃない、まあ、翔太はサンプラザ中野がモデルになってるやつでしょいや知りませんけどいや、スキンヘッドでサングラスだとサンプラザ中野になっちゃうんですよ、それは。じゃあ翔太はね、かわいそうなんだよね。まあね、だって翔太だけでしょ、バナナフィッシュのあの実験段階のあの凶暴にさせられたの、うん、うん、だからあれ以降バナナフィッシュは凶暴さを抜いたんだよね。なんか廃人みたいになっちゃうだけって感じでしたよね、うん、いやもっとね、なんか、まあ、でも実際バナナフィッシュ食らったやつそんないない。そうなんだよ、うん、だから俺は翔太を皮切りにどんどんバナナフィッシュ撃たれていく話なのかなと思ったら、そうでもなかったっていうね、うん、あのね、政治家の秘書みたいな女しか多分やられてないですよね、うん、そう、うん、いやだから、まあ、翔太かわいそうだね。翔太はショックだったな、うんうん、生かしとくわけにはいかなかったかね。いや確かにまあでもアッシュが撃ったから、そっからアッシュがどんどん一人になっていくっていうことだもんね。でも同胞そんなに、まあお姉ちゃんがいたのか、だから裏切れなかったのか、そこ難しいね、まあ、いやすごい、だってアッシュのためにエイジを守ってたわけでしょ、ずっと。そうだよ、そばから離れねえって、そば離れるときお前殺してやるって言ったのに、すぐそば離されちゃったしょうがないです、物理的なもんはしょうがないですすぐだからまあね、翔太もっとね見たかったですけど、ただあのね、おまけ漫画みたいなんで、まあね、刑務所入った話も、うん、あの時の翔太もめちゃくちゃいいやつでしたからね、うん、バナナフィッシュの段階で自分のことを殺せないもんなのかね、うん、自分で自分を。まあどう、無理なんじゃない、無理なのかな、翔太、うんね、最終的には自殺するんだもんね。いや、撃たれるんだよ。ん、あ、いや、そのバナナフィッシュ、あ、そうね、うん、相手をね、殺した後ね。そう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 、かわいそう翔太。まあね、うん、確かにそこ残酷だった、一番残酷だったかもしれないこの話で、うん、そうね、一番あのなんか、うん、なんかあーこれはしょうがない、しょうがないっていうかね、他のやつはちょっとなんか自業自得感あったけど、まあね、翔太だけはね、そう、うんうん、まあその分ね、お姉ちゃんには幸せになってもらいたいですよ。まあお姉ちゃんは大丈夫なんじゃないですか、うん、チャーリーと仲良くやってるんじゃないですか、ね、いつの間にくっついちゃったかな、そこが、うん、確かに、はい、では私こちら、はい、じゃあ1位はリ・ユーリン、ユエル、ユエル、リ・ユエル、ユーシス、ユーシスね、うん、あ、そう、うん、ユーシスいいじゃん。ユーシスが1位か。いや、この、うん、なんかユーシスが一番、うん、この物語の中で、うん、なんかキャラ立ってるなと思ったんだよね、なんか、うん、なんというか、嫉妬とも言えない、まあいや、嫉妬でしょ、あれは。
だからアッシュに自分を重ねてたってことだよね。で、うん、自分ができないことをアッシュがエイジがといることでどん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 できていく様を見て、はい、ただただ憎かったっていうか、なんかうじうじしてたっていうところがいいよね、うん、まあだから確かにね、うん、この漫画の一番のライバルみたいなポジションにはいいんですね。そうね。でライバルなんだけど、うん、決して別に戦いにも来ないし、うん、なんかあの最初すごいなんか強そうな感じだったんだけどそうね、あのね普通髪の毛で首、ま、巻かれちゃったりとかありましたね、うん、あと結構あの、まあ、あんなこと言ってるけど兄貴にね、うん、あのグッて力でやられたら力には勝てない、ね、力弱い、毒のね知識があるだけですからね、うん、そうだから、うん、なんとも不思議なキャラではあった。もう銃とかもあんまり撃たないよね。戦闘はしてないですよね。本当その毒使ってなんかどうにかするっていうのぐらいかな、うん、そう。まあでもそうだね。だからこいつとアッシュとエイジの、うん、まあなんか三角関係みたいなのがなんか一線でね、うん、ある感じ、ね、ああなっちゃうもんなんかね。うん、だから多分アッシュのこと好きなわけじゃん。なんていうの、うん、その恋愛とかじゃなくても気になる存在だけど相手にくくなっちゃうのかな、まあ、好きゆえにじゃない分かんないけどなんでそうなっちゃうかな。それを全部男でやってるっていうのが面白いんだよまあね、うん、ダッシュとユエルンが手組んでたらめちゃくちゃすんなり話すんなでしょ。いやでもそういうわけにもいかないんじゃない。自分独占したいってことでしょ。だエイジと一緒にいる間はダメ。だユエルンはアッシュを狙ってるわけじゃないもんね。基本はエイジを狙ってるもんね。そうね、うん、でもね、最初にもうなんか俺はアッシュと逆の立場につくから伝えといてくれみたいな、なんでってすごい思ったんですこれは、うん、まあ好きゆえにね悲しいそれで全部そうなっちゃいます悲しいよね、うん、まあそう、うん、いや俺は意外と好きだったよ、イオシス。まさかこんな最後まで出てくるとは思わなかったけど、うん、もうちょっと簡単に死ぬかと思ったけど意外とね、あの心も弱いんだよね。残酷なやつじゃないんだよね。なんか残酷そうに見えて、ね、だから何かに依存してないと生きられないタイプだよね。そう、あのブランカにもねすごい、うん、手放せなかったもんね、ブランカを。そうなんだよ、うん、あとあの翔太のさ、翔太がバナナフィッシュ打たれたの見てすごい、うん、あんな濡れたんだよいや結構毒とかやってる人なんじゃないと思ったけど、その後自分がね、うん、兄貴に対して同じようなことをやりましたからね。そう、まあね、もう一人あげるんだったら兄貴も入れてましたけどね。なんで兄貴2番目のあいつよくわかんないだろまあユーシス、ユーシス、ユーシス、ユーシスは人気あるでしょうね。綺麗な顔してるしね。いやだからまあどう考えても1位はアッシュでしょ。アッシュじゃない。で2位がエイジをどう思うかだよね、みんな。エイジの人気はないでしょ。2位がシンでしょ、どうせ絶対シーンで。シーンは絶対人気あると思う。A じゃないよ、変なことだっていや変じゃないでしょ、優しい、ただの心優しい兄ちゃん。ブランカじゃない。まあブランカも人気あるでしょうね。マックスはないか。マックスは無理よ。ショーターもないか、人気。ショーターあるかもね。うん、でもかっこよくないからね、ショーター顔が。まあ、まあ、顔自体かっこいいんだけどね。スキンヘッドにしちゃってるからね。でショーターはあの刑務所いるときはスキンヘッドで、その後もモヒカンにして、だって言ってたよ、またスキンヘッド、あのそれハゲてんのかって、違う、今伸ばしてるとこだっつってたよねなるほどね。1位は、これ別になんか投票とかじゃないですけど、うん、このプライベートオピニオンってやつのケツに1位はアッシュ、うん、アッシュでしょうね。2位はエイジ。ほら、あるんだ、ニコイチで好きなのかな。で、3位がシン、うんうん、そこまでしか持ってない。まあ、ブランカ人気ないか。でもまあ、おじさんだしね、うん、ブランカ。男の読者がいたらブランカ絶対入ると思うけどね。まあね、うん、どうしたのカラオケの持ち歌一覧表ちょ。え、誰の。それぞれの。アッシュは、アッシュ、うん、クイズじゃなくていいですか。クイズ、いや、分からなすぎるだろうかアッシュ、やー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 、殴りに行こうか。そう、アッシュがそんなチャゲアス歌っちゃうの
チャギ&アッシュ、アメリカの歌とかじゃないんだね。いや、チャギ&アッシュじゃないんですよ。え、エイジはエイジ、ハローマイフレンド。あー、ユーミンはゴルツネとかあるよ。ゴルツネ、ゴルツネ、まあ、ゴルツネカラオケ行きそうだもんな。まあでもイタリアの歌でしょ、そしたら、うん、サソリ座の女。なんで、どういうことだ。ゴルツネがミカマってことなんじゃない。まあ作者の方が言ってるんだったらそうなんでしょうけど、ボケちゃってんだよな。え、女性の方だよね。まあそうじゃない、作者ですか、うん、女性です、うん、変な人だろう、あきみ先生は。スリザロンだった。これ常に。はい、というわけでね、まあ魅力的なキャラクター多いんで、ぜひ漫画の方読んでみてください。お願いします。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。おい、チャーリー、チャーリー、おい、チャールズボーイ、おい、お前証明する場合じゃないぞ。ロボの友達の弁護士は何て言ってたんだ。おい、チャーリー、チャーリー。私、グレゴリーです。あ、ゴルツネの、ゴルツネのとこの、まずパパのところの側近の。そうです。あ、似てるもんね、めちゃくちゃ。よく間違えられるでしょ。よく言われますよ。そうだよね、はいはい、ごめんなさい、すみません、はい、いえいえ。おい、チャーリー、チャーリー、どうも、ありがとうございました。